ちょうど俺もいたけどシゲゲもいたんでしょ。いた、そうだね、現場にいたけど、うわ引いたかと思って、もう頂点よ。でもあれだね、俺が喋るのはあるけど、一緒に現場にいた谷繁が喋るのまた面白いね。もうウキウキしちゃってニコニコして「やった!」っつって次を、まあ他のね球団はじゃあ次行こう、次誰にするかみたいな、もうそういう感じなの。でものざわ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 しだして、そしたら申し訳なさそうに「違いました」みたいな。もう俺マジで腹がかいて笑いそうになったんだけど、さすがにちょっとカメラで笑えなかった。笑いづらかったよな、確かにな。優勝して有頂天になったから、ちょっとね調子乗ってた。やっぱり行くかと思ったけど違ったっていう。